いや、あそこに止められないようにしてあげたい。いや、私有地でやったんじゃない。そうだ、私有地か。よいしょ。
何キービーでしょ。うん。キービーが、あ、カラちゃんだった。なんかカラスじゃなくなかった。いや、カラスだよ。カラスか、キジっぽい。キジもあるね、山梨で。布面積が少ない服を見過ぎたせいか普通の服着てると違和感を感じる。はっ、そんなもんで。あれなんか普通の格好をしてるどうしたんだろうと思ってしまう自分が、やべこの人の戦略なんだこれがって。でもすごいよね、インスタのフォロワー数あの人は。400何万人で確か。まあインフルエンサーとしては相当強いと思う。それだけみんな下心が強いってことですか。だってドンキもちっちゃいじゃん、このあれが。え、エッチいじゃん。そういうことですよ。まあでもそれ露出したからってあそこまで増えないからね。うん、だから多少ないともやっぱりちゃんとした DJ としてのあれもあるからじゃない。知らないけど、ちょっと私ああいう系の曲の良さがわからないから見ててもわからないんだ。ただあれはもう炎上商法だったんじゃない。セクハラとかってやつ。まあでも触んないよとか言って。ファンが触るのもどうかと思うけど、非常に、ね、なんで触ったしとか。それはだから手振るだけなの普通と思って、うん、でそれみんなね、100人いたらみんなそれはファンだからさ、握手だってさ触りたいってなるけど、そういうあれじゃないじゃん。
なんか出てたよ。